高温などにより不作が見込まれるさくらんぼについて、県内の JA グループは平年の半分ほどという厳しい見込みを明らかにし、県に支援を要請しました。近年例を見ないような、まあ、凶作の状況かなというふうなことで、まあ、ほぼ終わろうとするような状況になっております、はい。まあ、方にですね、県庁では JA 山形中央会の折原圭一会長や各 JA の組合長らが吉村知事に要請書を手渡しました。県としても大変由々しき事態ではないかと思っております。しっかりと対応していかなきゃいけないなというふうに思っております。今シーズンは双子花の発生に加え収穫時期の高温で、県が当初発表した平年よりもやや少ないという予想を大幅に下回る見込みです。こうした状況を受けて JA グループは県に対し、園地の気温上昇を抑制するシートやファンなどの導入支援、高温に強い品種の早期開発など6項目を要請しました。まあ、半分だろうというふうなところが大方の見方になっているようです。今後もやれるかというような不安をよぎる生産者もいるんではないかなと、まあ、その辺をなんとか対応としてですね、資金面の手立てもそうなんですけれど、やっていただけるようなことを工夫しないとまずいのかなというふうに思っています。